そういう方では考えられる。1時間も喋ってたわけでしょ。それは単なる寝言と思えないじゃないですか。ないもの、ちょっとが喋っちゃう時あるよね。パッと、あ、自分で喋った宇宙人じゃないの、よろしくお願いいたします。さあ、それでは、本当だ。でね、注射した時に先生が抜くじゃないですか、うん、針が残っちゃったことがあるんですよ、そう、それ以来も嫌いで、うわ、そういうのよくあるよね、こっちから刺してこっちから抜けるとかさ、ない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 、叩きやすいな。一人目のガッそっちの方次の座禅政治次はなんとそこで取れたんだね。そういうことだった。コンテナ見てもらえないよ。それじゃあ、ちょっと待ってたんじゃん、素晴らしいじゃないか、ね、素晴らしかった、素晴らしい、このまま座禅の4ということは和子くんにもあげるようにな。チャレンジャーめっちゃおもろいわこれ。それでは、ありがとうございました。